ばんは。もうなんかすっかりあれだね、雨って感じだね。もう梅雨入りしたんだよね。こんばんは。そう、帰ってきてすぐさ寝ちゃった。いろいろやらなきゃと思って早く帰ってこれたからさ、いろいろやろうと思ってたんだけど寝ちゃった。私はね、そんな梅雨に入ったからってあんまり体調が変わったりとかしないから、うん、その辺は大丈夫かな。あ、でもあれだよ、ご飯食べる前と、あの今日はご飯をね、あの頼んでお家に届くやつにして、で前からんでハンバーグを食べて、それが届くまでの、ごめんちょっと今日も窓めっちゃ開いてるからすごい相当すると思うんだけど、その間に散らかってしまったお部屋を片付けてっていう感じ。じゃあね、買いに行くのがもう大変だと思って、食材を、雨降ってるからもういいやと思って。ハンバーグ美味しかった。スイスイスイ。デミグラス、あ、いや、私デミグラスあんまりなんだよね。ガーリックなんとかみたいな、そういうソースが好き。お醤油のなんかとか。ハンバーグ好きね。うん。本人が来たのやばくない？いや、もうなんか、今ね、そう、レッスンして、ん？レッスンを、してきたんだけど、あのね、上だけしてるみたいな、すごい中途半端なメイクなの今。上はしてるけど半分してないみたいなしてた、ちょっとしてたけど、やっぱこうマスクしてるとなんか半分マスクに持ってかれてしまうから、プロンってやるとなんか半分半分で変な感じでマスクしてるわ。ま、あのなんかすっぴんでやるときもあるけど、なんかそのときはさ、もう全部すっぴんだからいいじゃん。なんか半分に分かれてるから嫌だなと思って、そう、今日のリハしてた通りの、そう、お顔でやってる。お大事なし食べ、食べたー、チョコミントにして、私いっぱいあった。あともうちょっとだ、今日が20日、今日20日だよね。あれ？今日19か。19だから20。あと3日 ?4 日くらい。楽しみだね。楽しみですか？楽しみか？コール&レスポンス。あ、本当だ、めっちゃメロン来てる。出遅れた。めっちゃメロン。23日綺麗になって、おお。単独とエイトだね。ああ、わあ、メロン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 。
もう横浜しか、横浜に住んでるからでしょ、それは。あ、みちゃん48見てくれた。おお、嬉しい。春ごろにやったね。名古屋ユニバースさんのところに、なんて言うんだろう、あれ、会社？会社っていうか、ここに行って行ってきました。かわいいお洋服がたくさんあったよ。ねえ、ワンピースかわいかったね。私は見た？私が載せたやつ。ワンピース好きなんだけど、私いつもなんかちょっと柄が、模様が入ってるやつとか形が変わっているのが好きだから、そういうの選ぶんだけど、でもなんか何にでも合いそうな、なんかシンプルなワンピース選んでもらって、あ、こういうのもいいなと思ったんだよね。今回のメインはコラボ商品みたいな、コラボグッズを出すことになって、 AKB とあのユニバースさんのコラボレーションで、多分後編になったらもっとね、細かいところも出るんだけどね。めっちゃかわいい、絶対欲しくなると思う。ちょっと言えないんだけど、後半になってからじゃなくて、言えないんだけど、絶対ね、欲しくなるやつがあるのよ。それがだから自分もすごい欲しいなと思ったやつがあって、あれ欲しい、おしゃれな、さすがって感じ。あと私あれもめっちゃ使ってるわ、タンブラーすごい使って、めっちゃ役立つ。今まで私ホットのものしか持ち歩いてなかったんだけど、お湯を入れて、でもね、この時期になってやっぱいいね、冷たいのあれめっちゃいいし、めっちゃ量入るから助かる。ね、マスクね、かわいいよね、欲しい。使ってる？ね、いいよねあれ。左右、なんかでも左右ってさ、一回沸騰したやつじゃないと左右って言わないんでしょ。私なんかなんかわーって出せるやつ、何ヨーンって出せる機械から、なんかそのやつだからひっとしてないんじゃないかな。なんかほんとお湯を持せて、そう、さゆって言わないと思う。あー、そうそう、ウォッターサーバー、そうそうそう、画質荒くなった、荒くなったってことはどっちだ、いい方？前よりはっきり見えるってこと？あ、でも荒いからちょっとあれなんかな。あ、悪い方か。でも私さ、これ前のやつよりいいやつ使ってるんだけど、一つ上のやつ、上？新しいやつ？あれか、あれなんだっけ、 Wi-Fi の問題かな。眠くなってきた？私はさっき眠、ちょっと帰ってすぐ爆睡しちゃったから、ちょっと今ね、めっちゃ目覚めてるわ。7周年のツインテ珍しい。待って、何のこと？ 7 周年のツインテ、なんか私ツインテよりしてたっけ、何してたっけ、グッズかな。
グッズで一回したかもしれない、そのことかな。今日チャンピオン、うん、チャンピオン来てる、どっちもチャンピオン。あー、うちはそうね、してたかもしれない。うちはね、今日はね、エイトのやつやってた、リハーサルは。コンサートのところと、あの、あれ、タオちゃんガイデンやってましたね。ナイスチャンピオン。へへ。ね、あの彼女のあの衣装はね、モザイクかけてもねすぐバレちゃう色で。匂わせすごい。ガイデンの見どころ、私個人的にはもう爆笑してる、ずっと。面白い面白い、ほんといい話、いい話なんだけど、私はもう個人的にもねなんかもう面白いなと思って。なんで笑うのよ、なんか面白くって。コンサート前だからね、そんな暗いお話じゃないと思うよ。そう、また丸尾さんが、そうだよ、書いてくださってるんだよ。いや、コンサート、そう、もういい、いい感じ。メール面白く、ああそうそう、聞いたんだよ、メールに。そうなんか漫画みたいに書いちゃった。マロさんにね、あのね、ヌールひなか、ひなはどうやって強くなったんですかって言ったら、そう、一人なんかシュッシュッシュッって言ってた、一人で頑張って。そう、私がなんか生徒会の誰かから教えてもらったとか、なんか誰かに教わって強くなったんですかって聞いたら、ヌルは一人でこうえいえいって一人で誰にもその努力を、そう見せられ、みんな、ん、そう見せずに一人で、基本的にはかっこいいところしか、みんなの前ではかっこよくありたいじゃないけど、そういう人だから。そう確かに農水制服で修行しない私と一緒、何が隠れてるみたい。私全然そういうタイプじゃないよ、私は。私ちょっと違うな。面白やっぱ3つ大変だね。そうだから、よっしゃあ、あ、またメロンパンが。いけるぜってところもあれば、もうわーっていう前でも言ったけど、でもまだ時間あるからね、そのうちに完璧にするぜ。大変。ふわってきた。
は早起きじゃないの。うん、早起きじゃない。普通の時間だ、明日は。ああメロンパンありがとう。心はすでにピアーリーナ。忙しい。でもそのもうめっちゃもう忙しいっていうのはね超えたかも。初めて行く場所だからなんか景色とかあんまり想像つかないね。みんなは行ったことある？あそこどんな感じなんだろう。初めて行く？あ、私もそうかも。私もね、その今回そのコンサートやるっていうので初めて知った。結構横浜近くの、どうなんだろう。でもみなとみらいの MM でしょ、だからあの辺ってことだよねきっとね。そう、新しい会場、最新。そっかそっか、あのそれ言ってたな、そういえば。だから埼玉スーパーアリーナにちょっと、ああでもそれもなんか言ってたね。右市南の MM かどうかミさんの MM どうした。会場、あの場所か、場所の名前の港未来の MM なんだっちゃあれって。そう、行ったことある人はね、なんか埼玉スーパーアリーナみたいってみんな言ってる。港未来にロープウェイもできた。なんかお題にさ、なんか写真載せてたよね。ロープウェイあるんだね、知らなかった。ちょっと高めなの？そうなんだ。いやでもその価値あるんじゃないきっと。だってさ、みなとみらい行ったから、あの観覧車とかがあるところでしょ、そこって。絶対夜とかに行ったら綺麗なんじゃない？いいな、なんかそういう乗り物大好き私。見たいな、乗ってみたい。え、違う、これね、マスクね、めちゃめちゃでかいの、これすんごいでっかいの。普通のやつ欲しいな。まあ大きい方がいいのか、マスク。でもすごいよ、ここまでブラーンってここまでいく。でも大きいからさ、その分ここからさ自分のさ息っていうかさ蒸気っていう、それで、ね、前髪がどんどんね上がってくる、モフモフになってくる。そうなのよ、でっかいのよこれ。チェーンのミス、それはないわ。でも大きめサイズだ。いや、大きい大きい大きい、これめっちゃ大きいよ。
今日は最初はね、ハーフアップにしてたんだけどね、やっぱ自分でやるとこの縛ってるところがどんどん緩んできちゃうから、もう結局 結局ポニーテール。いや、もうコンサートの時どうしようかなと思って。したいけどさ、ウェットの時できないよな。そう、だからハーフアップかなと思って。だからちょっとリハの時からさ、こんな感じかなと思って自分でやってみてるんだけど、結局マスクしてて自分の表情とか見えないからよくわかんないんだよね。時間あるかな。網上げってどんなやつ？ああ、なんか前田さんが言ってたみたいなやつ、全部網で一つにまとめるとか。いつもメンバーみんな疲れる。あれ、そうなの？なんでみんなショールーム疲れてる顔？やば ついてる、そう、やば やば 絶対やらないわ難しいね。で、復活して、あ、そっか、でも私もそうだわ。別に今日めちゃめちゃもうやばいみたいなことじゃなくて、連日だったから、それでね。で、集合もまあまあな時間だったから。夕方寝るとめっちゃさ、気持ちよくない？何なんだろうね、あれ。電車乗り間違えて乗り過ごす 私は昨日ね、終電逃したわ。逃してしまいました。あ、全然大丈夫だったけど。メロン。私はちょっとやることあったから、絶対家帰ったらやらないなと思ったから、お家じゃねえ、ないや。あのね、あれ、レッスン場っていうか、事務所で、そうやってて。うん、送ってもらいました。電車のやつないね、そんな。うん、楽しいリハーサル。おお、大当たり。そして今は現実逃避ですな。大正解。宿題たくさんあったの順調？うん、全く順調じゃない。今日もショールームやってとこ見つかったら怒られそう 怒られはしないかもしんないけど 怒られはしないかもしんないけど、信用をなくすよね はいをやれって だってもう無理だよ、もう終わんないよ、こんなの無理だよ。
でも今日はね、今日はそう、今日はいいの、よくないけど。愚痴を言いに来たわけではないよ。よかったです。無理、もうそこまで、ね、手が今回らんわ。早急に終わらせないといけないものが今3つあります。ひーちゃんなんできるでしょ。やるよ、頑張るよ。ふぶたキラキラ、そう、めっちゃキラキラつけてる。あ、やるか、もうそろそろ。もうお風呂入ろう、先に。ねえ、やらないといけないことやらないとね。コンサートの次の収録知らないけどね、あれがもうね、すぐに間髪入れずにすぐに舞台の稽古が始まる模様。それね、やばい。すぐ始まる。頑張ろう。例のどんな感じなんだろう。ライブはね、すごいね、曲数、どっちかというと、もうライブって感じ。なんかざっとしたなんかあれを見たんだけど、そう、もうね、それを見たら、あ、これはもうライブだなって感じ。うん、舞台ってよりかはめっちゃね、曲数ある。あー、そうなんだ、やっぱ配信ないんだ。あら、そうなのね。ひよみに月の到来、おお、そうなのね。ね、なんか最近なんかいろんなところめっちゃ舞台やってるなってイメージ。まあ、そのグループっていうかチームとかでもやってるけど、ね、個人でもやってる多いよね。金曜日に当落が出ることは知らなかったけど、とりあえず6月、あ、勘違いだった、6月10日から始まるのか。10、11、12、13、14とか全部で7回だよね。違う、私ね、別にこれはネタバレしてもこれはネタバレしても言うから言うけど、そう、8の時に TDC のやつを言う担当だから、そう告知係だから、コンサートで6月10日から TDC ホールにて開催される AKB48 ザ・オーディションのうんたらかんたらっていう係。私広報そう、告知係なの、私担当。そう、 MC のネタバレっていう係。
そう、私の告知楽しみにしててね、一瞬だけど20秒ぐらいしか喋んないと思うけど、そこそれも見どころ。そうだよ、コンサートの時はそう声を張ってちゃんと話し方をお外用にちゃんと変えて、どこで言うでしょう、楽しみにしてね楽しみでしょう、どこで言うか、噛まないように言えるかな最初かな、中盤かな、最後の方かな、どこかな20秒って結構長い、確かに10秒ぐらいで言えそうなセリフ。最初のツアーの時とか、一番最初のツアーとかさ、とりあえず自分が任されたその言わなきゃいけないものみたいなの覚えるけどさ、あれ自分が言うと誰の次に言うんだっけみたいなのはさ、みんなそこまでは把握してなかったからさ、グダグダだよね。今もちょっとそういうとこあるけど、みんなね、与えられたものはちゃんと覚えるの。ただただ誰の次に言うんだっけがいつも曖昧だから、そういつもぐだるっていうね、よくないよラーマージョンで告知やってる、いや、しらけるでしょ絶対、やだよに特報とか言って、特報ではないもう知られているけど、ゆったはじめ MC やばかったイメージ、本当だよね。いやマジ、いやマジやばかったと思う。なんかね、変な間がめちゃめちゃあった、え誰が喋るのえみたいな、むしろ緊張するもうね、いや緊張はしないかな。舞台とかいろんなものを経験したから、自分が自分でいられる時間はね、もうね安心できる、緊張しなかった。最初の時とかはこの言うやつとかも、だってキャッチフレーズとかも緊張してたもん。でも初めてさ、カフェさんとかの、まあ、エイトのやつとかでもそうだったけどさ、自分じゃない誰かを何かやる時はさ、なんかセリフとかああいうのがあるから間違っちゃダメだと思うと頭がいっぱいいっぱいになっちゃうけど、自分でいる時は別にね、その時思ったこと感じたことをだって言えばいいからさ。カフェの時は清涼ムードもね、ほんとよ、もうあの時大変だった。で3人はさね、もうさすがのあれなのでたくさん経験されてるし、声も通るし、なんかとてもね追いつくのが精一杯だった。ああ落ちちゃった。一番最初の前回の真面目の時になんかマイクつけてやるっていうので素晴らしいなと思ったそこがもちろん頑張るけど、ねカフェさん最近ね全然会わなくなっちゃった、なんか落ちましたよ、さあ落としてしまいました。車の音、最強にしたし、
でもやっぱ一番さ、初めにさ、こう自分が演技っていうか、なんかその、外の AKB じゃない外のところでなんか経験したものだったから、いろんな私のなんかできなかったところとか、初めてやるっていうものを全部見ててくれた人たちだから、まあ、コント舞台ではあったんだけどね、だから今のなんか感じ見てほしいよね。いや本当に初舞台をこうなんか見守ってくれたじゃないけど、優しくこう包むような感じでこう面倒見てくださった3あの3人で、あの3方で本当に良かったなって思うし、そうずっと感謝ですね。確かになんか真面目とか見てもらえたらさ、褒めてもらえるかもわかんないよね。あの時と比べたら別にあのすごい素晴らしいものができてるかって言ったら全然そんなことはないんだけど、あの時と比べたらちょっと成長しているところを見せられるんじゃないかっていう見てほしかった。嘘、見える派手に、そうかな、寝てたからさ、なんかぐちゃぐちゃになっちゃったのかな。まあでもコンサート用にと思ったから確かにそういう感じかもね。てか暗いからな私の部屋基本的に。暖かい感じの照明が好きなの。なんか白のなんか蛍光灯っていうのかな、ああいうのが落ち着かなくて嫌なんだよね。おでこてかって確かに嘘、確かになんかすごい時間になっちゃった。終わりにしよう、もうそろそろ。でも今はねそんな眠くない、大丈夫。へいへい、ピークは超えたけど、でもまだまだリハーサルはね続くので、そこで極めてきますいいえ、こちらこそ。そうね、あでもなんか時間帯またやるかも。じゃあねよろしくお願いします。分かったじゃあね、宿題しとくるわ。おやすみなさい。じゃあね、次はちゃんと全部メイクして整えてきますじゃあね、ちょっと今日はちょっと早く宿題を終わらせていきます。じゃあね。